こんにちは、平岩優奈です。こんにちは、シラックスです。コタラです。お願いします。シラックスを、もうこれは皆さんも分かってもらってると思うんですけど、最後僕の番ですね。この2人が僕のことをどれだけ理解してるかを見ていこうと思います。はい。全10問プラスアルファ5問一応あります。はい、早速やっていきましょう。はい、レッツゴー。第1問目、靴のサイズは何ですか？知らん。ガチ？靴ですね。じゃあ、ゆうなちゃんから。26センチ。はい、コタロ一緒です。26.0cm。 はい、じゃあ正解を見ていきましょう。 26.5。 うわー、惜しい。惜しい惜しいね。でもこれは難しいねっていう話してたわ。むずい。うん。第2問、ディズニーランド C で一番好きなアトラクションは何ですか？はい、来たー。ガチ？ガチ？すごいね、わかる？え？ああ、そうだっけ。うん、変わってたらごめんやで。オッケーです。はい、じゃあ、コウタロから。はい。でれん。トワリン。でれん。トワリン。じゃあ、正解を見ていきましょう。うわぁ。まあ、一番テンション上がるのは、C にある1回転のやつ。エイジングスピリッツかな。なんだよ！なんで1回転のやつって。すいません。トワリン忘れてたわ。行く。全然来たじゃなかった。うわ、申し訳ない。これは確かに申し訳ないわ。え、言ってたよね、ソワリンって。うん、言ってた、言ってた。しかも最近話したよね。ね、結構キンキンだよね。1週間経ってないわ。うわぁ、まあまあまあ、うん、まあ、これが答えだから。そうだね、はい、そう。1問目から答え一緒だね。確かに、ずっと一緒だね。ここじゃん。はい、次行こう。はい、第3問目、前世は何だったと思いますか？えぐっ。何それ、すごくない？さっきさ、ここに来るまでの車の中で前世の話しててさ、うん、危ねえと思って俺言いそうだった。言ってないか。うーわー、むずいなー。え、でもさっきの発言を考えていいの？あー、いいよいいよいいよ。うわ、書けないな、わかんない。なんて匠が答えるんだろう。そこを考えなきゃいけないもんな。そうだね。さっき言ってたこと言っていい？車で。ああ、いいよいいよ。前世で求めてたものも今も求めてるみたいな。そう、なんか前世で足りなかったものを今も求めてんじゃねみたいな。前世で成し遂げられなかったことを本世でもやる流れになってそうじゃねみたいな話をした。でもちょっとそれは別にヒントにはならないと思う。命あるもので答えてはいる。うんうん、ちゃんとそれは。あ、前世ダンベルだったとか言ってはない。さすがにね。ダンベルっぽいな俺前世。その細かく言ってんの。聞きすぎじゃないですか。ガチ書けないんだもん、だって状況的にはもうスパッて言った。ないないのーないないーとかじゃない。さっきの1回戦のとかじゃないんじゃない。ソアリンって言ってるみたいな、そうそう、絶対ソアリンだって。そうだよ、そうだよね、ソアリンだわ。でもレイジングスピリッツのあの感じもいいんだよ。一瞬、うん、怖くもないし。そんな、え、タワテラは結構怖いな。乗る前、手冷たくなってくる。緊張で。試合前。ゆうなちゃんから。レベン、芸人。おぉ。なんかさ、YouTube のネタとかもそっからよく撮って書かれるから。理由がいいね。じゃあ、孝太郎、お願いします。前世も体操人。おぉ。言いそう。いや、わかんない、ね。どっちもね、人ですね、ちゃんと。じゃあ、答えいきます。はい。前世、まあ今出てきたのは犬。犬？えぐ。絶対嘘だよ。嘘っていうか知らんもん俺も。なんかでもパッてその時思い浮かんだね。だから俺犬とかちょっと苦手なくしやんかな。やばい、1問も当たってません。やばいね、お互い。じゃあ4問目いきます。体操以外で好きなスポーツは何ですか？家に行ったことある？いや、ないな、俺は。みんな知ってる？無言を貫きます。はい。じゃあ、コウタロウから。はい。ちょっとわかんないけど。ペニーボード。ペ
次に。嘘。おい。おい。二人じゃんかよ。じゃあ絶対合ってないよ。じゃあ正解いきます。はい。ない。出た。出た。そうだ。ない時はないって学んだんだよな。だからそのみんな知ってるとかはちょっと答えられなかったですね。やばいな、5で0でしょ今。いや全然知らない。あと質問も結構イレギュラー、うん、難しい、うん、こういう話題はそんな話したことないもん。スワリンぐらいだね。そうだよ、ね、自信あったね、うんうん、来たって思ったもん、うん、来たと思ったよ。第5問目、好きな映画は何ですか。早くない、書き始めるのすごいな。映画でしょ。早くても会ってないよ、いつも。これはね、言ってないな、俺映画の話したことないもんね、好きな映画とか。ない、興味もない。あれむずいぞ。興味もないって言った今。え、この企画やばくね、じゃあ。好きで会ってほしいみたい。ゆうなちゃんからお願いします。はい、スパイダーマン。おー、おー、コウタロウ。はい、タイタニックなあ。だってさ、俺におすすめしてこなかった。うん、俺なんて言ったこと。見たことないって言ってた。ガチ。あちゃー、残る可能性はスパイダーマンってことですね。じゃあ正解いきます。はい、あと1センチの恋。うーわガチ。いや、スパイダーマンでしょ。え、そう、これはカメラマンにも言われた。ハリーポッターとかスパイダーマンとかじゃないんですかみたいな言われたけど、でもそのシリーズとしては好きなんで。あ、でもこの一本みたいな感じだったから。残念、やばい、ゼロがやばい。次6ですね。やばいな、やばくない。これ15使い切んじゃね。15使い切ろ。うん、じゃあ6問目。はい、飼ったことのある動物はいますか。それはあれだよね、実家の時とかも含めだよね。そうそうそう、人生で。え、知らなくね、そんな。むずいね。実家行ったことないし。確かに。じゃあ、コウタロウから。はい。わかんないけど、うん、はい。なんか、金魚。ああ。いそう。ああ、飼ってそう。うん。ああ。果たしてこれを飼ったことある動物に。なんか、魚うま。ね、思った。うん、じゃあ、ゆうなちゃん。はい。ああ、ね。その回答もね、ありですから。そうなんだよね。じゃあ、正解いきます。実家で金魚。うれしい。コウタロウ1ポイントです。よっしゃ、やっとだね。やっと初だ。こっちが嬉しいわ。俺もよかったっていう。1回以外はない。ない。金魚以外もない。ない。じゃあ第7問目、はい、お嫁さんに求める条件は何ですか。オッケー。そんなスラスラいける。オッケーですか。じゃあ、ゆうなちゃんから。でれん、一人の時間をください。なんか、いいでしょ。その人に言ってるじゃん、もう。だって、あの、考える時間とか必要って言ってたから、一人の時間をくださいってこと。はい、コウタロウ。ちょっと広いかな。はい、自由にさせてくれる人。あ、まあちょっと似てるかもね。うん、まあコウタロウの方が広いっていう、うん、なんかやりたいことも自由にやらせてくれる人っていうか、制限されない方がいい。ああ、じゃあ正解いきます。はい、縛らない。コウタロウ正解で。いや、なんで私はダメなの。いや、これは、うーん、うわー。じゃあゆうなちゃん 0.5。やば、小数点まで。すごいな、俺分かるんだと思った。なんか2人とも同じようなこと言ってたじゃん。分かるやろ。でも言いたいことはこういうことだよ。書き方が違うだけで。8問目いきます。はい、宇宙に行くとしたら何を持っていきますか。うお、宇宙ってだってさ、うん、何を持っていけばいいの。まあこれは俺もこうとしか言われてないから、パッて思いついたものを言っただけ。持ってけなくてもいいけどみたいな。うんうん。え、なんかめっちゃ普通なのかな、それともぶっ飛んでるのかな、どっちだろう。
顔で判断してたい。俺さっきの自由にさせてくれる人でめっちゃニヤニヤしてたんだけど。持っていける？普通に。持っていける。まあその細かい規制は知らないけど。ああ。多分持っていけると思う。車とかではないってことね。あ、そうそう。そういう感じ。はい、あのロケットの中に。はい。じゃあ先に書いたゆうなちゃんかな。携帯。携帯ね。ああ。最初釣り輪って書くんです。俺も釣り輪って書こうとした。俺も釣り輪って。釣りまで釣りまで書いたのね。釣りまで釣りまで。そう。あ、違うか。で悩まされた俺は。あれすごい。じゃあ孝太郎お願いします。はい。焼肉。ああ。食べたいんじゃない。多分ね連絡誰とも取んないと思う。うちまで行ったら。どうせ何時間とか多分かかるじゃん。うん。海鮮に。じゃあ答えいきます。はい。iPhone。正解でーす。やったー。言ってくってよ。ガチ？うん。連絡目的ではないな。やっぱり動画も撮れるし、うん、暇つぶせるし。あの食料とか言わないか不安だった俺は。ああ、それはなんかあると思ってたもん。釣り場だよ。釣り屋だよね。うん、一番は釣り屋。なんかで、あの力技で遊びたいのかな。もう重力ないや。何でも好きな技できんじゃん。なんか脳みそがもう多分引退してたわその質問の時が。40歳ぐらいで行ってるイメージだったから。ああ。その差はあった。まあ、釣り輪は良かったね。うん。9問目いきます。肉以外で、すき焼きで、不可欠なものは何ですか？すき焼きの鍋の中に具材として今その考えてる時に肉は入ってる。じゃあ肉はもう解凍の中に入ってる。分かってる。入ってる。あ、肉は入ってる。入ってる。あ、OKOK。はい。はい。じゃあ孝太郎から。はい。いや、わかんないけど。はい。白滝。おお。はい。はい。味が染み込んだ白滝を食ってそう。ああ。じゃあゆなちゃん。溶き卵。うわ、そっち。あ、卵か。お肉入ってるから。確認してから。卵でつけて。ああ。正解いきましょう。チュルチュル。本当の正解です。やったー。チュルチュル。チュルチュルしてるね確かに。チュルチュルって呼んでるね。呼んでるね俺。でも家族全員それで呼んでるとかではない。ああどうだろう。やっぱり呼んでないと思う。へぇー。いや、ゆうなちゃんのはちょっとすごすぎ、それは思いつかなかった。嘘。卵もなんかあると思っちゃってた。だってさ、そういうの考えるそうじゃん。うん、うん、あまあ、あでもそこ含めの回答だったらそれは残念だわ。ただえ、何がそこまで読んで回答してんだったら突き放された。そこまでの読みをしてんだったら全然不正解。ラストじゃん。第10問目ラスト。ラストは 1.5 点。3。じゃあラストは 1.5 点でしょ。同点になる。はぁ、うん、か突き放すか。負けないな。じゃあ、いきます。猛暑か極寒だったらどちらがマシですか？これは2分1です。めっちゃ暑いかめっちゃ寒いかどっちがいいか。これはゆうなちゃんワンチャンじゃない？な、2分1引けばいいんだもんね。そう、で孝太郎がまあ間違えたら。いや、これは撮影の時の感じとか見たりとかしたらわかるのかもしれないよね。撮影でわかる。うん、夏か冬かどっちが好きそうかって考えればいいんじゃない？違うかな。だって二択だもんね。そうだよ。激アツか激寒なんでしょ。うん。これはあるよ。俺も書き終えてるから。うわ。いやもうだって2分1だもん。どっちか書いて、うん、どっちか消せばいいの。はい。じゃあ孝太郎から。はい。切れば一緒。極寒。極寒ね。うん。終わった。よいしょ。殿。猛暑。暑い方ね。暑い方。いや終わってないよ。まだどっちかはだからね。そうだよ。うん。だす。缶うま。缶うまい。缶こんな感じだったっけって今ゲシュってるわ。ゲシュってる。うん、なんかそうか。そうか。どうしたん？じゃあ運命の正解発表いきます。猛暑です。じゃあ3点か。いやガチ、そこはもう単純じゃないのあなた。単純じゃないの。着て寒さを逃れるんじゃないのあなたって。
俺は暑い方かな。なんかいやー本当、うん、で寒いのもね結構嫌なんだよね。練習とかもそう。あ、寒いと動かないじゃん。え、練習で猛暑にした、うん、あー寒い時、そう、わしがもあの寒いと無理だし、あの寒いといろいろ動きたくないから、じゃあ練習してる人なら暑い方がいいかなみたいな。俺は顔以外全身に汗かくよ、うん、だから暑かったらもうなんかわかる、うん、一生濡れてるっていうかさ、うん、もうなんか嫌なんじゃねえと思って、うん、で着れるし冬は、うん、いや冬はね嫌なんだよね。冬ってさ寒さの上も痛いじゃん。あでも夏って暑いで終わってくれるから単純だね。そうそうそうだね、着地して足地にするもん冬は。まあ練習メインだね。ということは3対3で今3ドラ状態なので、じゃあ追加で、はい、お願いします。これ取るまでやろうか。うん。11問目、好きな漢字は何ですか？好きな漢字知るかや。だから俺言っちゃダメなんだよこの企画は。はぁ、いないで俺の顔デッサンしてんの。はいはい、じゃあ光太郎から。はい、心出す。おお、僕の名字のね。はい、あ、そうか、そういう感じもあるのか。男。ああ、全然あるんじゃないの。うん、うん、じゃあ答え見ていきましょう。はい、あ、志。ああ、負け？どうする？15まででもいいよ。とりあえず王は俺でいいんじゃない？まあ確かに。ねえ。でもね、俺男もね思った。え？じゃあまた 0.5？ 負けですよ。それでも。じゃあとりあえず、はい、コウタロウがシダックス王です。賞賛からの中ですから。そんなになんか賞賛からの中。分かる問題が少なかった。はい、難しかったです。じゃあおまけであと4つやりますか。はい。12問目、告白された回数は何回ですか？ガチさ、知るわけなくね。俺も知らん。俺もそんな分からん。その時数えたの？ちゃんとよくないけど、何回ぐらいじゃねっていう。じゃねえは書いといていい？いいよ。じゃねえは言ってるってこと？言ってると。 OK。 でもまあ数字でさ、そうなんです。20、30とかなわけないじゃん。100は当たり前だもん。はい、コウタロウから。はい、でん、2回ぐらいじゃね。です。はい、ゆうなちゃん。3回ぐらいじゃね。うわぁ、これは2って書いてたの今。そうなの？そうなの？じゃあ正解発表いきましょう。いや、そんなないな、多分3回ぐらいじゃない。ジャニー言ってねーし。ねえ、ぐっ、まあでも平山さん、うわー、最近よかった。ね、うん、なんかでも自分から言いそう、うん、言うときはそうっすね。うん、そう思った。普通に1回とか。うん、でも1回だったら覚えてるはずない。そうだね。あ、そっか、2、3。そう、2か3、4とかその辺なんで絶対。でも4はないなと思ったわ。舐められてるぜ。13問目、コンプレックスは何ですか？うわー、でもこれさ、うん、ちょっと間違えると失礼に当たる。確かに。あ、そう思ったんだ。これやばいな。いや、でもそれは気にせず書いていい。俺が自分の中でここは弱みだなみたいな。ヒントはね、全体的にもう人生においてコンプレックス、別に体操だからとかないですね。じゃあゆうなちゃんから。じゃあ、はい、ごつすぎる。え、なんてさ、うん、T シャツとか着るとさ、威嚇するしてるかもしれないみたいな言ったね。そう、うん、ごつすぎる。はいはい、はい、じゃあこうだろう。はい、点。一人が好きなところ。こ、じゃあ、まあ正解いきましょう。才能がないこと。書けないわ。思いついてもないけど、うん、書けないわ、
確かによく言ってない、なんかそういうセンスがねえみたいな。まあまあ、書けない。まあこれむずいね、だって分かってても書けないね。14ですね。はい、いきます。今の将来の夢は何ですか？今の側は大事だな、これ。え、待って、これどっち？あー、言いたいことはわかるわ。あー、その、どっちの YouTube かとか。うん、 OK です。ゆなちゃんか。チャンネル登録100万人。はい、うん、でも聞いて。はい、あ、まだいいや。あー、OK、じゃあ、コウタロウ。はい、次は日本一。はい、はい、どっちか迷ったの。うん、でも夢でしょ、なんかさ、夢と目標って違う。あー、まあ確かに違うって捉える人もいるか。そう、なんか違うかなと思って、うん、どっちも。いや、なしなしなし。違う、最後まで聞いて。どっちも目標だと思ったってこと。あーね、そう、だからまずこれ自体が違うんじゃないのかなって思ったんだけど、でもそれ以外に思い浮かばなくて、うん、こっちでした。はい、でもこっちも書いてた。あー、言わない。あ、確かによく言わないって言ってるね。これ批判殺到だよな。まあでも本当にこれはね、この2つとももう目標だし、でもまあそういうのはあんま言わないタイプだよね。言わないか。コウタロとかね、めっちゃ言うけど。ズルしてる。何？チャンネル登録100万人。目標だと思ったから違うと思ったっていうところまではよかった。うん、確かに惜しいね。惜しいよ、危なっていう感じ。よっしゃ。で、最後の質問がね、なんかこれ最後っていう質問なんで、うん、まあ、これはもう運で頑張ってください。はい、最後、はい、シャトルランの最高記録は何回ですか？知らん。これさ、クラスも違かったからさ、うん、本当に知らんよ、うん、根性でいきそうね。全力で頑張ってる姿は想像できる気がする。でも、その日練習あるからとか言って点数のボーダーを超えたらやめてそうでもある。なんかね、あるんだよね。そう。ちなみに、コウタロウは何だったの？マックス、うん、俺覚えてんのは77回とか。え、あ、71とか。そう、だから俺本当に嫌いなんだって、走るの、うん、あの、覚えてるのは多分高校ぐらいかな。小学校とか覚えてないから、高校で多分こんぐらいだったっていうのを言いました。近い方が正解で。うわ、はい、はい、じゃあ、コウタロウから。はい、わかんない。もう勘。86回。はい、じゃあ、ゆなちゃん。87回。うわー、どっちで言ってんの？すごっ。マジ、2人なんなの？ズブ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 すぎ、マジで無着しすぎ。じゃあ、いきます。確かだよ、確か96。ゆなちゃんです。すごい、やっぱ頑張ってるわ。うん、頑張ってるんだよね。いや、素晴らしい、逆転した。シダックスプラスアルファ王は平岩優奈でした。わーい、はい、はい、以上です。ありがとうございました。面白かったね、最初。おなえさん、しかもこれに向かって7王ではありそうだね、うん、まあ、よかったわ、正解してもらえて、うん、ね、どうなるかと思ったね。不安だったわ、マジ。はい、はい、またやりたい ね、 ね、いろんなので、うん、この動画がよかったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。